ということで、今日も後藤さんに振り回されつつ、私頑張りたいと思います。そんなことないよ。そうなの、うん、私だってなんかちょっと後藤さんに遊ばれてる気がするもん。後藤さんアフレコ現場で隣に女子いると触ってるもん、私以外の人。触ってるよ。お前見間違えたんだよ。待って、私が一番じゃないの。お前だけだよ。好き。はい、では擬人化したセリフを発表お願いします。入れて。え、まあまあ擬人化ですからね、まあ、だからいろいろ考えられますよね。どういうこと。あの、そう、普通に考えた方がいいかもしれない。普通に考えなくてよ。今のだけじゃね、ちょっと伝わらないかもしれないな。じゃあ、ちょっともう一回、もう一回お願いします。両方入れて。だからわかんねえって。違う、両方なんだって。両方、あの、必要なの。両方ないと成立しないの。難しい、いきなり。いやいや、わかりますよ、これ。わかる。両方だよ。両方入れるんだよ。両方？そう。キュッてね。キュッて。もうちょっとじゃあ、その擬人化したいものになりきって、ちょっとニュアンスでちょっともう一回セリフ言ってもらっていい？お願いします。うんってこう、入って、うん、あ、形に沿ってる。ちょっと待って。ちょっとさ。まあ、違う、絶対そうですよね。もうこの子は絶対にそう言ってる。そうか、何者でもない CV 後藤沙織だもんね。そうだよ、別に。なんか、なんでみんな、ちょっとリスナーみんなもそんなちょっと焦らないで。私も普通に沙織は頑張って伝えようとしてんだもんね。そうです、まあ、全然わかんない。どうしよう。嘘。本当にわかんないよね。だって D も全然わかんないって言ってるよ。ちなみに、ちょっとあのねえ、どうしよう。それなんかヒントとかないの。下半身。いや、ちょっと下半身。違う違う。ちょっとこのコーナーさ、ちょっとさ、もうあのレギュラー化しよう。後藤さんが擬人化するっていうの、ちょっとレギュラー化しようね。なんで。楽しいけど。全然わかりますよ、これは。全然わかんない。ちょっともうさ、ちょっと趣旨変えていい。私、うんうん、もう後藤さんが全部擬人化するやつは頑張って答えるから。ちょっともうこれ分かんなかった。ちょっとごめん、パス。これだからパスっていうか、これ何だったんですか、答えは。答えは、靴下。もう、なるほど。あー、両方必要だ、成立しないわ。形に反るでしょ。そうだね、後藤さん、うまい。よし、ちょっと。